中沢カツ11月23日から2016年1月10日は日本の声楽家、音楽教育者。名前は中沢カツと表記されることが多く、昭和音楽大学オペラ情報センターの記録では中沢カツイコール9件、中沢カツイコール67件となっている。満州春ン市生まれ、新潟県立長岡城市高等学校卒業。 1956年東京芸術大学中退。二期会研修所終了。北又米、柴田厚尻陸に指示。1959年長戸美穂歌劇団、ドボルザーク、ルサルカの日本初演において、主役、ルサルカ役で、オペラデビュー。1960年横浜ローオンベルディ、リゴレットジルダを講演し、一役人気歌手となった。二期会を中心に、 数多くのオペラで活躍。モーツァルト、マテキヨルの女王、ドン・ジョバンニ・ドン・ナーンが、マスカーに、カバレリアル・スティカーナ・サントゥッツァ等を歌う。日本オペラにおいても、清水治む、修善寺物語カエデ、ミキ・ミノル、春金賞、モズや春金などに繰り返し取り組み、とりわけ、ダニイクマ、ユーズルツーは当たり役で、日本を代表するソプラノ歌手の一人として、国際的に知られた。 コンサートシンガーとしても、全国各地でのリサイタルや、ベートーベン、第9、ヘンデル、メサイヤ等でのオーケストラ共演等で活躍し、オラトリオや宗教曲でも一時代を築いた。レコーディングにおいても、各曲を、主に極めて多数の録音を残している。音楽教育にも力を注ぎ、東京音楽大学教授として、数多くの行進の育成に当たった。 東京音楽大学の声楽専攻は全員が3年次の日本歌曲支援会でこれまで大学で学習してきた成果を披露することになっておりこの伝統は2019年7月30日時点で25年続いているが始まったきっかけは中沢カズが日本人として日本語による歌を歌えないとと声を上げたことによるのだというまた長岡が誇る世界的歌手として 郷里の音楽文化振興にも貢献した。2016年1月10日、急性呼吸不全のため死去。82歳ボーズ。国別式は、新潟市で執り行われた。喪主は、幼女で、国立音楽大学新潟県同調会会長。2018年7月1日付で、国際ソロプチミストアメリカ東リジョンのガバナーに就任した、石本陽子。石本の夫は、 新潟市東門会顧問で、石本金属株式会社代表取締役の石本隆太郎、東京二経演会員、東京音楽大学名誉教授、ありがとうございます。